屋根にあるパンタグラフを上昇させ、音楽とドームと釣り合
困難を極めた工事を物語るように、今でも点検口を開けると大量の湧き水が流れ出しています。進行方向に黄色の標識灯が見えています。この地点は標高2678m の高沢岳噴水嶺の真下で、長野県の富山県の現場海になります。広がる黒部ダムの景色を眺めながら、お買い物やお食
火力のある観光放水もお楽しみいただけます。まもなく黒部ダム駅に到着します。なお黒部ダムは中部三尺国立公園内にあります。動物の捕獲、植物の採取などはおやめください。自然保護、環境保全にご協力いただきますようお願いいたします。本日は関連トンネル電気バスにご乗車いただきまして誠にありがとうございました。楽しい旅が続きますようお祈り申し上げます。誰も覚えてない。本日は関連トンネル電気バスへご乗車いただきまして誠にありがとうございました。電気バス間もなく終点の黒部ダム駅に到着です。降りの際車内に落とし物忘れ物等ございませんよ。皆様十分にご注意ください。